皆様どうぞお着席ください。会場が日本一を目指す厳かなピリッとした空気に一気に包まれたような感じがします。ただいまより令和3年度両チームは今シーズンは直接対決2度あって東レがいずれもストレート勝ち。27日の最初のゲームでは東レが第1セット勢いよく入って25対14で取って何かその勢いが続いたという印象もあるんですけれども、これが今日どう影響するかというところも興味深いですね。そうですね。ただやっぱりまあ大会としてねちょっと違うっていうイメージもありますし、はい、あのメンバーも日を追ってまた変わってきてますので、その辺がどうなのかなって感じがしますよね。そうですね。今日は久光はこの石井をスタートから起用してきました。サーブレシーブの安定というのを求めるときに途中から入ることが今シーズンはここまで多いんですが、今日はスタートからということになります。そして久光はインタビューにも答えたこの12番が見えます石川、そして7番のフランの攻撃力がどう発揮されるか。あの久光でいうと東京オリンピック金メダリストのアキンラデワがいて、この人はミドルブロッカーですが、はい、この人の力というのがブロック力を引き上げてますからね。そうですね。もう圧倒的な存在感、すべてにおいて、ね、チームのなんか力を、ね、上げてくれた貢献者ですよね。そうですよね。さあそれではスターティングメンバーの紹介です。アウトサイドヒッターは井上アリサ、そして石井が今日先発です。セッターは今シーズンは V リーグ栄誉賞も受賞しました栄、そして若い中川がライトのポジションに入ります。東京オリンピック金メダリストアキンラデオ、そして平山というミドル陣、スターティングリベロはチームのキャプテンも務める小江真奈です。6シーズン目になりました。堺ブレイザーズでの V リーグの優勝経験も豊富です。一方のトールです。セッター対角には中田が入ります。そしてクランの攻撃力今日どうか。小川のミドルの攻撃が増えるとトールとしてはいい形に向いてきます。そして攻撃を司るセッター関、ベスト6、2度受賞しています。そして攻守の要の石川、ミドルブロッカーの大崎、若い21歳、そしてスターティングリベロは水杉ということになりました。星谷監督2シーズン目、昨シーズンはこの皇后杯はストレート負けだったという JT との対戦がありました。さあまず序盤は大林さんはどこを楽しみに見ていきますか。やはりあの攻撃力あるチームなので、どちらが自分たちのね攻撃のリズムを持っていけるのかっていうのは注目したいですよね。攻撃の中心はこのボールでいうと、クランと石川、そしてこちらのアキンラデオが前衛からスタートするということになって、この人のブロードは素晴らしいんですよね。そうですね。ぜひ皆さん見ていただきたいと思います。東京2020オリンピック始球式です。登場するのは東京オリンピックソフトボール金メダリスト上野由紀子さんです。ソフトボール界を牽引している地元ビッグカメラ女子ソフトボール高崎 B クイーン所属上野由紀子さんです。高崎アリーナ、改めて上野さんに大きな拍手をどうぞ。さあ上野さん、まずは東京オリンピックでの金メダル獲得おめでとうございました。ありがとうございました。ソフトボール競技としては3大会ぶり13年ぶりのオリンピックでした。日本での開催ということで気持ちもかなり入っていたと思います。東京オリンピックを振り返ると今どんな印象感想がありますか。そうですね、やっぱりあの東京大会ということもあって大きなプレッシャーもありましたけど、あの皆さんの声援のおかげで金メダルを取ることができて本当にホッとしています。ありがとうございました。ありがとうございます。上野さんの後ろの選手たちはこの後金メダルを目指して戦います。金メダリストとして
プレイヤーの皆さん、会場の皆さん、そしてこの、試合を映像でご覧いただく皆さんに一言メッセージいただけますか。はい、両チームの皆さん、チーム一丸となって優勝を目指して頑張ってください。また、スタンドで声援、熱い声援を、両チームに皆さんぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。では上野さん、始球式の準備をお願いいたします。会場も一気にカメラを掲げる人、スマートフォンを手にする人が多くなっています。さあ、この後は始球式です。それでは上野さん、よろしくお願いします。上野さん、もう一本お願いしていいですか。上野さん、ありがとうございました。では、国内のプレイヤーのみんなとグータッチでご覧ください。苦笑いの中、ソフトボール、日本を牽引しているエースが退場していきますが、いかがですか、お前さん。いや、なかなかこういった上野選手の姿ね、はい、見れないので、苦笑いの中、ソフトボール、日本を牽引しているエースが退場していきますが、それではいかがですか、お前さん。いや、なかなかこういった上野選手の姿は、ね、見れないので、これはこのところ採用している SE のメンバーが1番ポジション、そして久光は盗塁に2連敗した時からはローテーションを少し回して S5 というローテーションにしました。そして今日は石井がスターティングメンバーということになります。まず20歳のミドルブロッカー平山、昨シーズンは膝の怪我で苦しみました。平山のサーブから始まります。そして注目はサーブレシーブどうか、石川、中田、水杉、中田、石川、ワンタッチしっかり取って、お、決めていきました。プランを狙った井上有沙、まずサーブ権のあるポイント、ブレイクを取りました。一つこれは大きいですね。そうですね、あの、乗っていきたいですからね。最初また中田、中田が打った、自分で上げて打っていきました。セッター対角に入る中田志乃、リーグ戦は11月中旬から先発に入っています。そして石川のサーブです。クランが前に上がって、高さのあるローテーションの盗塁、ここはミスになりました。ただこれはサーブは今シーズンリーグ戦でもいいんですよね。そうです、あの、かなり意識をしてますのでね、攻めのサーブいろいろ見れると思いますよ。久光スプリングスは中川、去年の7月から久光スプリングスという人名になりました。石川、ちょっと近かったか、クラン、難しい体勢からしっかりと上げていきました。関七海、高さがやはりありますね。そうですね、さっきはもう盗塁はもうとにかくフラン選手の打数多くて、どこまで決めていけるかっていうところですよね。ちょっと石井崩されて、石川、関の選択はまたクラン、クランを連続で使っていきました。関七海、ここはあの前にブロックが高い選手取ってますので、クロス側は金田亮選手いますけども、やっぱストレート側ね、間のところは抜きやすいコースですね。なるほど、レフトからすると金田亮がいるのでクロスが打ちにくい状況であるんですね。そうですね、上げてます石川、今度はクロスでいった、ナイス、なんとか止めに行こうとしたんですが上がりませんでした。井上、ポイント通りです。はい、海外選手としては、助っ人としてはお互い存分にアピールしたいところですよね。そうですね、今手にはしっかり当てていました。3連続ポイント通れ、近い、決めきった、ナイスコース、しっかり遠くを狙いました。井上有沙、総得点はリーグで12位という実績も残している今シーズンです。井上選手も非常にまあ代表入りしたりとか、あの、バランスある選手で、だいぶ自分のポジション確立してね、安定してきましたね。ゲームキャプテンも務めています。今度はミドルを使っていった、ポイントは久光になりました。
ミドル使ったが取り切れなかった東レ。これミスを気にしないで東レとしてはミドルをいかに、ね、使っていけるかっていうのは、ね、大事にしていきたいですよね。先ほども言いましたけどもやっぱりクラン選手の打数圧倒的に多くなります。でということは絞りやすくなる。ですからいかにそれ以外のトスワークを、ね、関選手が知らせるかっていうところですよね。ということはミスになりましたがそういうことを続けていく、ミドルを使っていく、うん、はい、よく止めた。アキンナディオのブロックを利用して打ってきましたクランです。ポイント通れ。いやこれはこのマッチアップ見応えありますね。そうですよね、まあ、マッチアップ対面にしているわけではないんですけれどもアキンナディオ前衛です。ポイント久光。トレとしてはやっぱりアキンダリオ選手が打ちにくい動線コース狙いというのはかなり意識してネットをスレスレを狙ったりしているのでそういったミスはあるかもしれませんね。なるほど。アキンダリオが下がってこの後はリベロに変わります。ちょっと動かされた。クラン2枚フェイントできて上げたか。ナイス、よく上げました。クラン2枚強烈ストレート。平山ですか、ディグが効きましたね。あ、中川ですね、失礼しました、はい、中川のディグが効きました。このあとやっぱこのストレートというのはこのポジション坂井選手全員の時はどうしてもここは苦しいところですよ。さあその中で連続ポイントをしましたトーレアの。トーレが先に8点に達しましてテクニカルタイムアウトです。先ほど少しご紹介しましたリーグ戦の中では最初の対決でトーレが第1セットを走って取ったということがありました。トーレのリザーブのメンバーもご紹介しています。かつては全日本でも活躍をしました井上七海がいます。そしてリリースサーバーとして登場する野呂がいます。若い期待の西川吉野がいます。橋村、そしてキャプテンの白井、そして坂本と入っているリザーブ陣です。一方の久光です。加藤、そして大竹里穂、今村がいます。アウトサイドヒッター、そして白沢、浜松、非常に高さのあるミドルです。井上美咲が入っています。塩坂さん、はい、この最初のタイムアウトで久光の坂井監督はブロックの位置確認してましたね。そうですか。こちらの久光のブロックの位置プランに対することなのか。石井、石川、強烈です。いいですね。石川選手のアタックの特徴というのは大林さんどう見てますか。彼女はもうパワーもありますし技もありますし対空力あるので本当にいろんなトスに対応できる、ね、選手ですよね。クイック使った、よく上げている。ナイスカバー、そしてすぐ戻る。石井、ギリギリのところ決まりました、はい、ストレートを狙っていきました。石井トスも、ね、しっかりと頑張って伸ばしてきましたからね。あのコース行きましたね。いやしかし本当に難しいところ打ってきましたね、はい、中田、ちょっと中田が狙われている感じもある。クラン、石川、関の選択はまだ石川2枚いるが切り返してクイック使ったがアウト。ポイント通れ。ただラリーの中でクイックを使ってきました。久光です。通れは小川がサーブに下がります。サーブの効果率はリーグ戦では14位。この人もいいクローターサーブを持っています。おー、サーポイントになった、はい、ラッキーな要素もありましたけど ね、 そうでしたね。勢いに乗る1本ですよ。5点差。サーブのポイントも出始めている通れ。2つ目のサーブポイントということになりました。これはさすがに難しいですね。そうですね。他
ここまで連続ポイント3連続が2回2連続が2回ある東レアローズ。久光としてはこのまま走らせたくないですね。酒井監督はブロックの修正ということが先ほど深澤アナウンサーからのリポートでありました。おそらく、まだレフト中心の攻撃なのでそこでのトップ位置ですとかね、どうしても酒井選手に対してのブロックというのはもうレシーブで何とかする、あるいはコースをもうちょっとタイミング合わせていくとか、その辺の、ね、修正は必要ですよね。石井が取って石井が打つ1枚半か決めていきます。うんという話がありましたね。はい、ナイスプレーでしたね。大崎がいい形で打っていきます。中川行くとやっぱり拾われたりちょっとねパワー不足になるのでうまい打ち方をしましたよね。強烈上げた。グランドバック。決めていきました。バックアタックも出始めて何かいいリズムが随所に出ています。4連続ポイントということになりました。ここでタイムアウト、久光スプリングス。ここまでの試合の流れは大林さんどういうふうにご覧になってますか。点数ほどその流れがいってるって感じはしないんですけど、ちょっと離れてきましたよね。ただやっぱりサーブですとか攻撃が決定しているのが直接が通れが多いのかなという感じはしますね。久光のサーブレシーブの数字が出てきまして 40% ですか。これはもっと上げていきたいですね。もともとサーブレシーブのいいチームです。はい、やっぱりクイックあるいはそれに絡めた移動攻撃などもできるチームなんですけど、そこがちょっと機能しないと単純になりちょっと苦しくなりますよね。そうですね。今サーブレシーブはリベロの他は石井、そしてそうですね、はい、井上が入ってますね。はい、クイック使った、上げた石川。何かこれの切り返しの良さが出ました。はい、非常にレシーブからのリズムが、ね、いい感じに来てますよね。5連続ポイント。早くこのローテーションを切りたい。今 S1 のローテーションということになっています。クイック使った、それでもクイックを使ってきました坂井恵梨香。どうしても狙いとしてはやっぱりそれは石井選手にサーブ集めて崩していく、あるいは石井選手の攻撃を十分にさせたくないと思い、他はある程度ちょっと仕方がないのかなっていう感じで攻撃がしてはいると思いますよ。ここもよく上がった、ブロードはブロックだ。このブロックが出ると大林さん、はい、久光も自分たちのリズムになってきますね。そうですよね。久光ってブロック出始めると非常に乗っていくし、また連続つながりますのでね。井上有沙とシャットアウトがありました。これをきっかけにしたい。さあ点差がついてきました、7点差。この辺りで久光としてはちょっと追いつかないとこの生徒苦しくなるので、今頑張りどころですね。中川、ここも東レのポイントで先に16点に達しました。東レとすると失礼、久光とすると本来サーブレシーブがここまでなかなかできてませんね。そうですね。あとやっぱり十分な体勢で打ててないのか、攻撃の決定力が落ちてます。なぜなら1本目決まってなくて拾われてしまうんですよね。で相手に決められるということなので、1本で決めなくてはいけないわけではなくて、何本も粘ってもいいんですけど、ちょっとそのあたりの差なのかなっていう感じします。久光はリベロの声、そして石井、そして中川という3人で拾うことがベースとなっています。酒井監督、優勝して若い選手たちに成功体験を与えたいと話しています。酒井監督です。6シーズン目になりました。こちらはコシア監督、
粘り強くラリーを制する、この辺りもできてますね。そうですね、でやっぱり世代的にも、まあ、石川真佑世代といいますか20、21、22ぐらいの、ね、世代が非常に両チーム熱いので、まあ、これからの日本を作っていく、ね、選手たちの成長がやっぱり早いですよね。早いですか。はい、試合するごとにどんどん変わっていってますから。ここも動かされた栄、井上切り返す、ブロックは決めた、切り返されたか、その後ブロック、はい、平山選手ちょっと、ね、意識あってちゃんと待ってましたね。待っていたんですね、はい、やっぱりデータ的にも入ってますから他に動かず。なるほど、フランのパイプを止めた、これは一つ大きいですね、うん、連続欲しいです。ポイント通れです。ただ久光とするとこのローテーションからアキンラディオが戻ってきています。どうしても彼女が前にいるときにペースを、ね、量産しないと、ね、いけませんね。そうですね、ちょっと動いてアキラちょっと合わないが決めた、合わなかったように見えたんですけれども、まあなんとかしてくれるのが金メダリストみたいなね、対空力もありますしね。あとアキラ選手チームの、まあ、登録も長いですし、いろんな意味でこう彼女のプレーのことも分かってくれている、あー、そういうことっていうのも大きいと思いますね。さあこれで勢いが出るか、6点差になりました。こちら中川のサーポイント、仕掛けにしていきたい。アキンラディオは一度出産でチームを離れることもあって、その後戻ってきてチームに力を与え、そして東京オリンピックの金メダルですね、はい、全く衰えというか何かブランクを感じさせない、ね、仕上がりでしたよね。素晴らしい、アメリカの金メダルに大きく貢献しました。アウトです。ちょっとリズム変わってきましたね。5点差、アキンラディオがやはり前衛にいるといないとでは全然チームの雰囲気も変わってきます。この後第1セット終盤の展望は大林さん、どのあたり注目されてますか。やっぱり久光がこの3の3つのアキナデオの選手が前にいるときにどこまで詰め寄れるかっていうところは大きいでしょうね。ここ点差があるまままた3ローテ回ってしまうとちょっと苦しいと思いますので、はい、ここで取っておきたいですよね。初めての3連続ポイントというのがこの10点から12点、久光アキンラディオの攻撃を使うにはまずサーブレシーブ、はい、そうですね。それとしてはやっぱりクランで取りたいところもあると思うんですけど、他がブロックマークなくなるのでそこを使うというのもありだと思います。あ、そうですね、ここは久光のサーブです。クラン切ってくれました。ポイント通れ、ただ総力するとリードしていますから、このままサイドアウトを重ねていけば第1セットを奪うことができます。よく返ってます。ブロードアキンラディオ、すごい移動幅に見えましたが、はい、移動幅とそして空中でちょっと待つこう長さというかね、待ってましたね、はい、で高い自分のいいポジションあるいはブロックに合わせてそのタイミングってブロード変えられるので、その辺がやっぱ世界一のブロードですね。対応しにくいですね。切り返した、ナイスカバー。ただチャンスは通れです。クランに1枚半、おー上がった。石井、先ほどは決まったところ、今度はアウト。まあ、これ狙ってたと思うんですけれども、チャレンジしますかね。チャレンジを要求したようです。1試合に3回失敗するまで使うことができます。今はブロックタッチに対してです。下から2つの項目、今シーズン V リーグでもそしてこの皇后杯でもそうですが、フロアタッチ、アタックラインフォルトに関しても採用されることになります。これは NHK の映像でご覧をいただいています。今のを見る限りではあったように、あ、ノータッチですね、ノータッチですね。
あったようにもねちょっと見えますけれどもね、ノータッチ微妙なところですから ね、これでチャレンジの回数失敗で減ったということになりました。久光はあと2回、東レは3回残っています。東レが2枚替えをします。セッターの白井、そして高さのある西川が入ります。白井がサーバーという順番になります。ベンチからは外からダブルがあるから気をつけてという声をかけられて出ていきました。外からダブルがあるから気をつけて、トレの方ですかね、ですかね。当たっとしたらあの久光の攻撃のね、あの、石井選手がちょっと入り込んでくるような攻撃、はい、ここは切りました。さまざまな研究というのが伺えるような今リポートでした ね、 ですね。あのですからやっぱり何かに絞るっていうデータ的にそういう時も必要ですよね、はい、さあここでアキンナデオがコートを離れます。井上、そして浜松が入ります。こちらも2枚替えです。サーブのいい井上美咲、そして前は高さのある浜松が入っています。サーブ&ブロックで仕留めたいケース、ちょっと近かったが上げてます。石川クラン、おー上がった、惜しい、惜しいところでした。2枚替えをしましたが、はい、繋いでいけるとね、はい、ちょっと良かったんですけどもね、まあすごいコースですよ。ここまで上げたんですけれども、うん、ポイント通れということになりました。ここでアキンナデオが戻って、そしてリベロに代わってまたベンチに下がっていきます。これはクランのサーブです。東レとしては今前は低い3人、ジャッジはいいジャッジでした。ポイント東レリードして、東レとしてはちょっと追い上げられたんですが、また点差をつけています。苦しい夜勤ラジオのいないローテ、石クラン、サミスのチャンスです。バックセンター決めた。今日サミスのパイプは初めてでしょうかね。井上が決めていきました。ちょっとレフト側の、ね、石井選手の決定率が上がってこないので、なかなか坂井選手としてはね、選択難しいと思いますけれども、よく決めましたね井上選手。今手元のデータだと1位の決定率が 12.5%、 8の1、まあ、今大会は特にリリーフで途中から出るシーンが多くて、ね、彼女は今日この最初から出てると、やっぱり最初に取っておきたい、1セット目かなり、ね、重視したメンバーだったので、なんとか頑張ってほしいところですよね。オーバーネットがあったか。ポイント久光となりました。ちょっと攻撃では力が発揮しきれていない石井のサーブです。少し動かされたが、石川よく上げた、つなげるか。1本目よくいってるようにも見えるんですが、その後のつなぎ、ただそれだけ石川のこのアタックはいいんですよね。パワーと、ね、コースもいいですね、当たったことによってよりちょっと難しくなりましたね。そうですね。ですからやっぱりラリーの前にトレのアタックは決まってるっていう印象が大きいですよね。決定率高いですね。なるほど。少しセッターがアタックライン付近まで動かされてもしっかりと上げ切ります。3ポイントだ。東レの良さが随所に出ている第1セットとなっています。サーブポイントはこれ3つ目になりました。決め切りました。ナイスコース。やはりサーブレシーブがしっかり上がると、このような様々な攻撃を使います。井上有沙、
東レのセットポイントが続きます。ここはちょっと乱された。ブロックはアギンナデオ止めた。ポイント久光。この平山がサーブを打つところからアギンナデオが戻ってくるということになります。決め切りました石川。第1セット東レが取りました。25対18。途中久光がブロックなどで盛り返す時間もありましたが、全体を見ると小林さん、はい、東レがらしさを発揮しきり、よく上がっている石川。いや石川安定をしています。サーブレシーブ、やはりオリンピック経験してね、彼女自身もまあ代表経験していろんな打球とかいろんなのを経験したので、逆に言うとそこは自信につながってるんじゃないでしょうかね。石川はオリンピックを経てチームを引っ張ってくれる選手とプレーをしたことに刺激を受けたと話をしていました。東京オリンピックのメンバーだと古賀、小畑、荒木という選手の名前を挙げていましたけれども、声かけには自分は苦手意識があったんだけれども、自分もチームを引っ張れるようになりたいという気持ちが強くなったそうですね。いいことですよね。その中でさまざまな要求も、先輩たちにもしながら、彼女は割とこう、はい、自分で私がやらなきゃって自分で何とかしようっていう、ね、ところがかなり大きい選手なんですよね。そうなんですね、だからそれをもっと外に出してもいいんだよっていう、ね、のは思いますね。今度は上げることはできませんでした。東レはオリンピックの代表の黒子選手が今シーズンはまだ試合に出ていないという状態の中で、石川選手が気持ちの面で、引っ張っていこうという気持ちが強くなる可能性もあります。一番やっぱり共に戦ってきた、ね、仲間がそういった意味で今いないということで、より彼女の肩には重い分頑張れるエネルギーに変わってるんじゃないですかね。さあいいところでミドルのブロードを使っていきました関七海。小川選手も非常に器用でスピードもあるんですよ。ですからやっぱり彼女がもう一段階成長、ね、してもらいたいなと個人的にはすごく思ってますね。そうなんですね、はい、石井君と決めた。これがおそらく今日2つ目のポイントと思われますが、石井2つ目、石井が上がってくるところは大きな要素ですよね。もう、はい、絶対的に変わってきますよね。今もちょっと苦しい状況だったんですけど、やっぱりそういうトス上がってくるのはそのポジションなので、そこはね、はい、なんとか頑張ってほしい。そうですね、近い押し合い。栄はライトを使った。中川美優、はい、サーブレシーブの貢献が大きい中川ですが、ここは決めていきました、はい、彼女自身もね、非常に成長してきた、もうデビュー以来にいきなり試合に出るような、ね、ことがあったぐらい期待されている選手なんで、はい、だいぶたくましく、ね、なってきたなと思います。クイックを連続で使っています。早かったですね、ナイスコンビ、スイングが速いので上がった時にすごい速いリズム、テンポで、ね、打てるんですね、彼女の強みとしては。このミドルの小川を使っていきましたが、昨日の試合の中で2枚替えで関が一旦コートを離れた時に、客観的に見てもっとミドルライトを使っていった方がいいんじゃないかと思ったと話をしています。東レとするとやはりクラン石川に上がりやすくはなるんでしょうけれども、この序盤でミドルを使う意味合いというのは大きいんでしょうか。大きいですね、相手に意識づけさせるというのはね。石川、関は今度はクランのバックアタック、先ほど止められたんですが、はい、今度は決めました。乗った、ね、いい体重乗った、ね、一本でしたね。これも意識の中に3枚、きれいには飛んでないんですけど、行ってますね、プレッシャーというのはやっぱり嫌なものなのでね、はい、クラン、関、石川、シャットアウト。今度は第2セット久光が点を取り合う序盤の中で先に8点に達して、この笑顔。ブロックも出始めています。サミスはブロックによる直接の得点がここまで4つ、東レはなしということになります。
川は第1セットアタック好調でした。ここは止めたというシーンをご覧いただきました。サーブレシーブの成功率は久光が 56.9、 東レ 50%、 久光が上がってきましたね。そうですね、よりいい環境であのセッターがアタックアジビトスを供給できるようになってきましたよね。久光からするとそれによってあのアタックの決定率をこの42からもう少しという、うん、そうですね、あの、でもだいぶ上がってきた感じしますので、はい、サーブレシーブ第2セット78ですか、うん、いいじゃないですかね。こちらは久光のコーチです。ザヤス・コトキコーチ、あのリオデジャネイロオリンピックの日本代表、今年引退をしました。まあ、久光で長く、そしてフランスのカンヌでもプレーして、このサーブレシーブディグを支えています。ちょっとブロックもありましたがミスになりました。ポイント通れ、はい、ただこの中川選手のライトのねちょっと早めの攻撃効いてますのでね、また使っていきたいところですね、はい、彼女ブロックまたね出るともう一盛り上がりね、久光するところですね。そうですね、よく上がってます。レフトからお切り返すのか、いや非常に勇気のあるプレーを見せました。でした。この石川の後さ行きました関。クラン2枚。いいですよ、ワンタッチ。おっとちょっと。ジャッキーか。セーブが欲しかったところでしたが、ポイント倒れ9対9。ここですね、あのこういう精度っていうのはやっぱりトップの中ではとっても実は重要な、ね、プレーになるんですね。そうなんですね、これは大きく動いて2枚つく、上げる、今日はラリーが非常にいい。トーレポイント、トーレストレートはちょっとね、それらはある程度仕方ないレシーブでっていうところなんですけど、まあ、角度も幅もクラン選手持ってますからね。もう少しストレートに絞った方がいいんでしょうか。ただやっぱ坂井選手なので絞ったとしても上から打たれてしまうところはあります。なるほど、ポイント久光。アキン・ラデオがいるうちに得点を重ねたいのは久光。体重になりました。クランプ上げてます、よく上げた。トエ、いやートエのあのディグが効きました。はい、そうですね、石選手も思い切ってねブロックアウトしっかり狙ってきましたね。あのザヤスコーチから言われているのはデータはいろいろあるんだけれども、リーディング、自分の目で見て判断する力を磨きなさいということを言われているそうです。特にやっぱザヤスさんが本当にそういった、もう天才的な、ね、その読みというか、はい、瞬発力とそういうのが、ね、見れた方でしたからね。最高のお手本がねコーチにいるっていうのは大きいですよね。そうですね、こちらがザヤスコーチです。日本代表としても活躍をしました。おっと難しい、上げられるか。ポイント通れ、今いい状態に久光になってきたので、この辺りでのつなぎとか今のちょっとねサブレシーブですとか精度的なものをちょっと大事にするだけでね、もっと楽に展開になりますからね。久光からするとアキンダリオが前にいるうちに点差をつけたいところなんですが、うん、石井決めました。石井が上がってきましたね。そうですね、第1セットは少しアタックが不動でした。石井もう狙われて自分で上げて自分で打つっていうのはもう代表でもやってますし、彼女はずっとね、はい、そのポジションですからね。 36.4 と出ましたが、この第2セットは3の3、 100% ブロックはここは決まりませんでした。ポイント通れです。ガー選手今シンクイックにちょっとモーションを入れてからねブロードと言いましたね。だからもうあの小回りがすごいね、はい、小気味というかそういう選手ですね。この小川のポイントが目立ちます、
久光が1回で攻撃を終える、そして得点を取り合うような展開になっています。攻撃好調の小川、今度は決めた。ライトの中川、はい、中川選手いいですね。ライトからこのクロスのコース、今日非常にいいです。アヒンラデは今リベロと交代してベンチに下がっています。まあ、ここはねどうしても石川選手を狙って攻撃を封じてミドル機能させずにクランとかね狙っていることはねあるんですけれどもね。そうですね。これもねさっきと一緒なんですよね。あと何十センチかもうちょっと大事にしたらみたいな、はい、ここですね。ホールディングキャッチボールの反則がありました。16点目、東レが先行する形で迎えました。テクニカルタイムアウトです。この悔しい表情を見せました栄。さっきも、ね、申し上げたんですけど、本当にその精度っていうのが、はい、なかなか点数とかパッと見わからないんですけど、それがいいか悪いかでその後につながって、あの例えば日本代表レベルに入れる入れないというのがこういうところだったりするんですよ。だから久光も若い、まあ、両チーム若い選手なんですけども、そういったものが上がってくると格段にチーム力っていうのはね今よりもより一層強くなるっていう、伸びしろっていうのはすごいあるなと思いながら、あのこの展開今見てます。一番右の数字打数を見ると栄はいろいろなところに上げているような印象もあります。はい、攻撃的にはあの1セット目と全く違って自分たちらしさはね作り始めていると思いますね。このセットはまだ2点差以上開いていないというセットになりました。ミドルを使った。栄の見事な組み立て、はい、いいですよ。ポイント久光、久光はこれを支えるサーブレシーブが第2セットは上がりました。ここからこの後の展開を考えるといかにブレークを取れるかっていうのにね集中していきたいですね。ブロックだ。これがブレーク。これは中川でしたね。ミドル側にね行きましたからね。一番ね待ってましたっていう場所でしたね。そうですね、はい、ミスになった。ブレイクを連続で取ってこれで3連続ポイント。東レのタイムアウトということになりました。ブロックそれからサーブでブレイクを取りました。初めて2点差がついたというこのセット。東レのサーブレシーブ成功率は第1セット 50%、 第2セット 46%、 わずかですが下がっています。久光は逆にサーブレシーブの成功率が上がったということになりました。アキンラデオが酒井慎吾監督から直接指示を受けました。アメリカ代表金メダルの中でも主力選手です。世界ナンバーワンミドルと、ね、言っていいと思うんですよね。なるほど、そうですね。本当に世界を代表するトッププレイヤーですよね、彼女の場合は。島坂井さん、アキンラデオはですね、ベンチに下がるたびにコーチなどに確認しながら自分のプレーというところをですね、一個一個確認してますね。そうですか。上げた。上がったよ。頑張れ、もっと。2枚ついたが、ポイント取れ。V リーグ女子ではこのアキンラディオのほかアメリカ代表金メダリストでは JT のドルーブ、はい、そしてトヨタ車体のケルシーといます。それを考えると日本の V リーグ本当に世界のトップが、ね、来て戦っている最高峰の、ね、選手がいっぱいいるので負けずに鍛えていってほしいなと日本人選手にも思いますね。ね、井上のポイント、サイドアウトを取りました。2点差を維持できるのか。東レとすればここは1本 ね、 あのねクラン選手前衛のところですね、取りたいですよね。クランが今前にある攻撃力のある布陣です。トレ
福永を使った2枚きた、アキンラデを止めた、返すだけ、チャンスは久光、境はアキンラデオだ。アキンラデオで来ることはある程度予想はできると思うんですが、そうです、 100% そう思ってたところですけれどもね、 100% はい、はい、それでも止められない。見てみましょう、ブロックはどうなったか。ここは止めてのこの後ね、はい、だから今小川選手がちょっと遅れ、大崎選手遅れていってますよね、はい、ここはやっぱりデータ的にもそうですし、もうちょっと早く意識をしてほしかったなっていう感じでした ね、 ですね、まあ、ただ何かにかけるって瞬間必要なので、はい、逆にね絞ってたってこともありますからね。一つまたブレイクを重ねた久光が3点差にしました。久光が取るパターンっていうのは今のようなパターンですからね、そしてここでちょっとチームの中での安心感が出てきていると思います今。チームの中でですね、はい、あと2ローテ分はキンラデオがいる久光。クラン2枚上げた、おー、ナイス、決められない、井上、石川も行ったんですが上げられませんでした。ここが井上選手が決められたっていうのはね大きいですよね。そうですか、それはどういうことでしょうか。やっぱりライトを上げがちなところを一つしっかりと伸ばしていきましたので、なるほど、1枚出してよかったですよね。つまりその前のアキンラデオの存在感が効いてますね。どうしてもそちらにブロックいっちゃいますからね、サーポイントだ。第2セット終盤、勢いは久光、これで4連続ポイントとなります。中川選手のサーブは変化もそうなんですけど、やっぱり重いんですよね。重いんですか、はい、はい、当たった時にちょっと重心を反らしてしまうと今のように持ってかれる感じが多いですね。トーレはノロが入っています。しっかり上げてます、切れない、また石川、クラン2枚クロスできた、そこを上げた、クランポイント、トーレアロン、これは難しい、苦しかったのね、さすがクラン、なんとかしましたね。そうですね、ただ久光が取り組んできたブロックとディグの関係というのも非常に良さがこの第2セット見えています、はい、特に中川選手が非常にねディグいいですね今日。そうですか、はい、はい、席はあとクランだ、しっかりと2枚ついているようにも見えたんですが、ポイント通れ、追い上げてきました。久光スプリングスのタイムアウトです。先ほど中川のディグがいいという話もありましたが、久光も若手がこの決勝の舞台で力を発揮してますね。そうですね、ディグは意識して、で大きい選手だからできないということではもう許されない時代でもありますし、はい、彼女もそのディグに関しての取り組みは大きいと聞いてますので、そういうのが出てますね。で坂井選手の後ろでレシーブすることが多いので、はい、やっぱりボールが圧倒的に来る確率高いので、そういった意識も、あとやっぱりつなぎができないとそのポジション的には難しいので、そういった要素を彼女はいっぱい学んで成長してきてるなというのはすごく感じます。セッター坂井が1メートル68センチ、石ブロード今度も決まった、ポイント久光、ちょっと小川も遅れた感じになりました、はい、ミスになった、クランスペイントリーいった、先ほどの強いスパイクがありますからね、はい、経験を存分にこの大きな舞台で発揮させています、スロバキア出身のクラン。
昨シーズン得点王、そしてベスト6という V リーグの成績がありました。また来た、徹底してます、はい、まあ、パターンですね、これはね。そしてアキンラディオがサーブに下がるというところで、ここで選手を変えます。第1セットにもありました2枚替えです。セッターの井上、そしてミドルブロッカー浜松が入ります。前に高さを出しました久光。石川よく上がってます。2でいった。2アタックを関七海が見せました。上げない。これはあのその前からかなり意識をしてね、あの目線をあえて見せないようにしながら相手をかかってたと思いますけれどもね。そうですね、彼女も非常に強いね、強気の強い魂を持った選手ですからね。あのパリオリンピックに向けて期待をしたいセッターの一人です。やっぱり一番東京オリンピックに向けてね、近かったと思われてたけれども最終的に外れてしまった、はい、そんな思いが彼女の今にねつながると思いますよ。そうですね、セッターはもみ田代で臨みました。石井が決めた。第2セット取りました。久光25対21、1セット両チームずつ取って第3セットへと入っていきます。それではここで BS ニュースをお伝えします。になりました。返してアキンラディオ、ナイスコンビ、連携面も申し分ないよく合っています。素晴らしいキックの、ね、ブロード短い距離できましたよね。ここはポイント通れです。第2セットでは東レの石川の決定率というのが上がってきませんでした。この石川のサーブです。大林さん、この第3セットに向けてはどのあたりを一番注目していますか。やはりあの先ほどのなんとなく良くないリズムムードになってしまったのでね、東レそれを早く払拭していきたいですよね、はい、繋いでフラン、しっかりブロックはあったんですけれども決めていきました、はい、井上有沙です。こういったブロックをあの利用した打ち方っていうのはもう今ねとても大事なんですけれども、すごくその辺が安定してきましたね。もともと石井選手は、ね、はい、得意でしたけれども、井上選手あたりもね同じようなクオリティをだんだん見せるようになってきましたよね。なるほど、よく上げてます。井上、ここもよくつなぐところ、両チームとも非常に守備はいいチーム、決めた。井上の好調さが目立っています。ヤキンラディオがブロードで引っ張るので、やっぱり意識としてそちら側にね、ミドル今ついていってますけれども、なんとなくその勢い意識は大きいですね。しっかりと決め切りました。久光がまず2点リード、ネットイン、ネットインサーブでくぐれた形になりました。先ほどもありましたけどパワーがあるので、当たった時にちょっとこれ勝ちやすいと言いますかね、当たる場所にもよるんですけれどもね、はい、救出も重いという話が大林さんからありました。そうですね、あのパワーありますから彼女は。返してこの中川の
サーブから得点を生み出して3連続ポイントになりました。少し祈るような仕草もありました。まだ21歳です。東九州龍谷高校の出身です。9点、アタック4、ブロックにサーブ3、さまざまな面で活躍をしているセッター体格の中川。プランの攻撃がなかなか決まりませんね。ワンタッチ取れてますよね、はい、よくそこからのディグにつながってますもんね。これで4連続ポイントとなりました久光。プランはまだこのセットは 4-0。 ミドルでいったか、井上、またブロックを使っていきました。決まらないことによって後藤の場合が近藤関選手がどうしようというね、ちょっと上がってきてしまうので、はい、なんとかプラン選手以外じゃないところで上げたときに取るとね、ちょっと楽になりますよね。ここで早めに手を打ってきました越谷監督。大崎に代わってベテランの井上七海、クラン決めました。早めに越谷監督は手当てをしてきましたが、何かブロック的になるところがあったでしょうか。攻撃的にもやっぱりちょっと本数欲しかったなっていうのもありますよね。 あとブロックもタッチもね、はい、欲しいし、やっぱり経験ありますのでね、井上選手だとね、決めます。このアキンナデオのブロードは今日見た限りではほとんど決まっている感じがあります、はい。なかなかシャットをする、クラン選手に対してもそうなんですけど、シャットアウトするってすごく難しいと思うので、はい、効果的なタッチあるいはそこでのディグでね、対応するしかないんですよね。今度は中寄りでインナーで打ってきました、はい、切り込んできてね、もうここは海外勢の意地みたいなのを感じられる日本ですね、 ですね、はい、ちょっと決まっていなかったこの第3セット。パイプは相手コート、石ちょっと合わないが、あー、ナイスカバー。合わない中で空中の姿勢の中で修正をしました。さすがという石。ちょっとね、トス自体も戻ってしまいましてね、外側に、ね、開いてしまったという気なんですけども、さあ、5点差です。サミツがその第3セットは序盤好調、その要因としては大林さん、どんなところが大きいでしょうか。あの2セット目で自分たちのこう攻撃のリズムですとかブロックとか取り戻したっていうのは大きいですよね。いつも通りっていう風にチームの中が安定したと思います。細かいミスとか、もったいないってあったけれども、それを補うだけのサブポイント、ブロックポイント、直接のポイントがあったっていうのはやっぱり久々の、持っている、ね、自力というか自分たちのチーム力みたいなのかなと思いますね。久光とすれば決勝は3年ぶり、入り少しミスもあってちょっとふわふわした感じがあったんでしょうかね、そうですね、だからこの対戦的にもちょっと久しぶりというかね、数年前はやっぱここで常に争って久光がっていう時代が続いてたので、はい、関係者の方々もちょっと事前に今日話してたんですけど、なんか久々のこの対戦だよな、緊張するよなみたいな、入ってしまえばやっぱりこういう場所は経験者は石井選手していないとしても、やっぱりチームの中でやってきたっていうのはちょっと大きいのかなって感じがしますね。中田に代わって19歳の西川佳乃を入れました。若い選手を相次いで起用させている。クラン上げて、アキンラジオが上げた、
ポイント通れ。さすがですね。今もちょっと近めだったので、普通だったらどうしてもブロック当たりそうなんですけど、高さでひねってね、上から来ましたね。東レアローズとすると昨シーズン V リーグではレギュラーラウンド全勝でファイナルに進んでいきましたが、最後 JT に敗れるということがありました。そして東レアローズから見ると、この全日本選手権の優勝も10年前ですし、そして V リーグの優勝も11、12シーズンますので、そうですね、はい。石川ブロックだ。大きなガッツポーズが出た平山。ブロックのポイントが6。トスとしても短くて難しいんですけれども、はい、当ててちょっと外中に、ね、出そうっていうのがね、もうちょっと思い切らってもいいのかなと思いますね。ブロードは石井ワンタッチ。切り返して、また決めました、はい、中川。秋川選手がいない場合はレフトとライトの速い攻撃で9メートル存分にね、2枚は必ず使うので、そういった意味でブロックというのは非常に割れますからね、これ効果的ですよね。3連続ポイントです。石川今度は決めました。島坂さん、はい、東レのですね、星谷監督、このセット首をひねるシーンが非常に多くてですね、ワンプレーワンプレーごとにベンチと何か確認するシーンが増えています。ちょっと自分たちの思い通りのバレーボールができていないのは東レ。石切り返しての攻撃というのが目立つ久光。ブロックに当てて得点にしました中川。ポイント久光。久光もかつては全日本の5連覇がありました。そして V リーグでも2連覇というのが2度ありました。この決勝の舞台3年ぶり。石井上げて井上クラン、ね、ここも止めた。いい、石川フェイントつなげる。東レもつなげる。ちょっとバタバタしてる東レ。そうですか。クイック決めた。若い平山志音決めた。20歳です。大事ないいところでのね、一本貢献できましたね。そうですね、はい、何でもできるミドルブロッカーになろう、その気持ちであの怪我の後レシーブやサーブの練習に取り組みました。クランはあの2回連続で失敗するということはないですね。すごいですよね。クランの決定率は 48.5% です。ただこの第3セットが下がっています。 30% ポイント下道。首をひねる回数が多いという越谷監督ですが、決めました。井上奈々美です。パスで前走したてでプレー、日本代表の経験もあります、はい、彼女も機動力ありますし、ちょっと乱れた体勢でもね、攻撃に参加できる、かなり意欲もあって強い選手なので、うまくねここで乗ってってチームの勢い変えてほしいですね。あの切り返して攻撃というのは第1セットできていたトールができなくなってきましたね、うん、そうですね。で攻撃したものに対してビッグが非常に久光がいいワンタッチ取って決められるというパターンになってしまいましたよね、はい、44.8% 井上、あのいいと思います。数字よりもあの貢献してるなって感じありますね、はい、あ、なるほど。ここも乱されてクラン、今度は決めた、力でいった、はい。
第1セット東レ、第2セット久光、この第3セット久光ペース。ポイントサーブミスで久光になりまして、8点差でこの2回目のテクニカルタイムアウトを久光先行で迎えるということになりました。うまくいっていない、そんな様子のリポートがあった越谷明監督。2シーズン目、アタックの決定率が出てきて第3セット36ですか。ちょっと決めきれない。そうですね。これは要因としては、まあ、もちろんアタッカーの力もあるんでしょうけれども、どういうふうにこの数字見ていますか。そうです、いい状況で打ててない、ちょっと乱れてたり2段ハイセットだったりっていうのもあるでしょうし、その1本目を拾われてしまっているっていうところもありますよね。あとやっぱりミスにつながるようなものっていうのがちょっと気になりますね。あのバレーってこうリズムのスポーツなので、はい、本当に先ほどすごいいいぞって言ってたところはもうまるっきり逆に、ね、はい、なったりするので、本当にセット目と考えると中でバタバタ感というか、ボールを後手後手に後からプレーに動いているところがね、どうしても中でつかみにくくなってますよね。サーブレシーブも少しずつ落ちているというデータもご覧いただきました。決まらないね、ワンタッチ、石よかれた、ナイス。水主義のディグから、はい、いい切り返しがありました、はい、こういう一本ですよね、乗せるとこね。水主義レナ21歳、彼女もあのボールに反応とか反射神経とか素晴らしいですね、はい、動きもいいですからね、これから楽しみです。ボールのチャンス、ブロード引っ返す、石また石、決めたがごめんという表情、完全に1枚にしてくれた中で、いやただもう決められなかったですが、石井選手に対して本当ちょっと苦しい大変でしたけど、今ねトレがよく上げましたよね。ですからあそこで取っとけばみたいなね、ちょっとヒトラリーでしたね、トレ的には大きなポイントとなりそうなラリーだったかもしれません。ハキンダデを下がって切り返す、今日は本当にこの切り返しがいい、ミスになりましたポイント通れ。途中から出場することが今シーズンは増えている石井が今日はスタートからです。そしてアキンラデオのいないローテーションが3ローテーション続きます。押し込めるか、反則がありましたか。ポイント久光です。ここ一番今苦しいローテだったんですよね、石井選手と平山選手、石井選手がサーブレシーブ乱れると、はい、なかなか攻撃がこれ逃れたので、中川選手いると両サイド使いますのでね、はい、アキンダデオいなくてもちょっと助かりますよね。なるほど、石井アスレ石川が打っていきました。さあ彼女の名前を出すことがちょっと途中から少なくなっているので、ここで出てくるような展開になるとね、また盛り返しですね。下がりはしましたが 42% です。ナイスプレー。先ほどのローテーションだけはあの石井と井上で、そしてリベロと、そうですね、はい、サブレシーブですね、そうです、サブレシーブを拾うというところだったんですが、はい、ここは1回で切りました。それ以外は中川、石井、そしてリベロの投影で、拾っているということになります。中川選手がだから攻撃だけで守りとかサブレシーブができることによってポジションがね、2ポジションできる対応できますからね、はい、大きいんですよね、はい、石川
井上、プランが上げてます。石川、おっとタッチないのか。2枚しっかり、ただ絞りやすいケースでついていきました。ポイント久々、ブロックついてもなんとかタッチを狙ってというようなケースだったと思いますが、アウトになりました。この試合の中で東レとすれば一番苦しい時間帯になっています。自分たちのできることがなかなかできていないということの中で、どんなことから戻していきますか。やっぱり攻撃ミドルが、まあ、1枚なり1枚半弱いい状況で打っていてもミスなり決まってない、ここはやっぱり決めていきたいし、はい、攻撃のパターンを変えていきたいですね。ブロック疲れるならやっぱりクイック使うとか時間差するとかっていうのが欲しいし、レフト側に関しては石川選手がちょっとブロック狙って打つのが得意な選手ではあるんですけど、自分でハマってなくてアウト多いですよね。やっぱ彼女リバウンドなんかも得意なのに、そこまでちょっと今日があまり余裕がないんですよね。当てる出すいろんな変化を彼女はできるので、そこ一つ取り戻したらまたね変わると思います。あとね、石川選手に言いたいのは本当に抱え込まないでと、やっぱり本当にいろいろ背負っちゃうので、自分のプレーに一本集中するっていう時間帯があってもいいのかなと思います。そうですね。奥から石井、戸江、中川、いいジャッジがありました。戸江、マナポイント久々。さあサーブレシーブの負担も大きい石川です。奥から変わった西川、真ん中石川、そして水釣りという3人のサーブレシーブです。石川だ、アキンダで戻ってる、もう点数が取れるパターンで、ね、ずっと先ほどのセットの後半から安定してますよね。ワンタッチからディグって攻撃っていうのはね、 78% ですか。まあ、ミドルは決定率は高くなりやすいんですけれども、それでもですね、そうですね、崩された石川、打てない、ブロックアウトにしました、はい、で西川芳乃です。19歳、徳島県の出身です。金蘭会高校からこの V リーグの舞台にやってきました。このセットサーブミスね多いですよね。欲しいところでのミスにつながってますね。ただバレーはセットスポーツなので、この悪い流れを次につなげないことですね。そうですね、ミスで失うと流れは変わらないので、はい、思い切ったことをやってのミスならいいんですけれどもね。そういうことなんですね、はい、ポイント通れ、大差のセットとなっています。申し上げましたように V リーグの戦いでは今シーズン東レが2回戦っていずれもストレート勝ち、やはりトーナメントとは違う。クランプ、ここは決めました、はい、ポイント東レ、思い切りのいいプレーを続けてこのセット取れなくても次のセットに向かいたいですね。そうですね、ちょっとでも何か手応えとかそういう瞬間があると割り切りやすいのでね。アキンダリオちょっと合わなかったか、はい、石井リバウンドを取った、また石井、近い石井、うん、ナイス、近い中でもしっかりと境も上げ切りました。セットポイントになりました。セットの終盤を行っている2枚替えです。浜松と井上を入れてきました、酒井慎吾監督です。前で取ってクラン、
少し盛り返してますかね、はい、そうですね、ここまあ浜松選手出てね、本当はなんとかちょっと手に当ててね、はい、あるいは止めたいところでしたけどね、高さで上を行っている感じがありました。この第3セットはアキンダディオが前衛にいない時でも得点を重ねた久光。石川、頭だったか。石井、しっかりコースに入ってクランから石川、ナイスプレー、吸い込み。さまざまな打ち方のバリエーションがあると、あの序盤にお話しいただきましたが、はい、本当にいろんな選択肢を持ってるんですね。そうなんですよ、本当に彼女は多彩な、ね、選手なんですよね。石井で決めました。25対18、第3セット、久光、東レ、久光、久光取って第3セットを終えています。特に中盤以降は久光が完全にペースを自分たちのものにしたという第3セットでした。真鍋政義監督がパリに向けては監督に就任をしました。あのロンドン、リオデジェネイロとオリンピックを率いた真鍋監督です。さあこの時間は、試合間の時間は大林さん、東レにとっては重要でしたね。そうですね、あの、はい、切り替えるという気持ちの中でね、だからあの東選手含めてそばに寄ってみんなでこうね、みんなで戦うよっていうねところになってますよね。東レは第3セットブレイクが少なかったということで連続ポイント2回だけ。コシア監督に言わせると、自分たちはサイドアウトのチームで、まずサイドアウトをしっかり取ることで、サーブで崩すような場面を中盤以降作ってブレイクを取っていけたらという話がありました。東レは S1 のローテーション、そして久光は S6 というローテーションとなります。メンバーも西川選手が、ね、 そうですね、そのまま入ってますよね。井上選手もね。東レは西川、井上という第3セット途中から入ったメンバーでこの第4セットも行くということになります、はい、あの高さ、あるいはパワー、あるいはブロック力にもねちょっと期待したいですよね、久光の攻撃に対して。上げてるクラン、ここはつなげる、井上、ブロック力ということがありました。その中でしっかりと井上が決めていきます。井上選手もあの高いトスも打てますけど、やや速いトス打ちこなせる選手なので、スイングも速いですよね、はい、なるほど。ちょっと動かされて決めました。手を叩いた西川芳乃、はい、アンダーカテゴリーの日本代表で国際舞台の経験もあります。お姉さんは JT マーベラスのゆきさんです。彼女もやっぱり高校時代から、私も中学から見てますけれども、はい、本当に才能豊かでね、どう育っていくのかっていうのが楽しみですね。あの妹さんも金蘭会高校に確かいますよね、はい、あ、若ち井上、井上はワンタッチをアピールしていましたがアウト、得点通れということになりました。東レはもうとにかくこのセット行かなくてはいけませんから、前半で、ね、行きたいですね。一気に強いサーブでいった、失点はしましたが、東レもサーブで崩そうというような意図が見られます、はい、先ほどあのミスが多かったので、そういった意味で、ね、入っていくことによってちょっと精度を、ね、上げていけたらいいですね。がミドルを使いました。今日もいい流れの時はミドルを使っている関。お、合わなかった。ここまで合わなかったのは初めてです。しかし
うプレーで自分で消してくれるようなね、チームのミスもなかったことになりました。ブロック7、アキンダディオが前衛にいるうちに東レとしては走られたくない、その中で今はリードしています。2点リード。先ほどアタックの活躍もあった西川芳乃がサーブに下がります。途中からライトのポジションに入っている西川。ちょっと動いてミドル使った。ここも使いました。今度は小川です。今日の試合 の序盤の中ではこの小川の打数を増やしていた時間帯もありましたよ ね。その後ちょっとパタッと止まってしまったので、またここからですね。今度こちらもクイック。お互いクイックを使います。平山志音のクイック。これはちょっと狙っていましたね、最初からね、空いてるところ。これも器用ですよね、平山選手も。非常にまだ20歳のプレイヤーです。石川ギリギリ入ったかどうか。入りました。石川がここまで40%になりましたね。少しずつ決定率を上げています。で一つ石川七海 の存在感、ブロックや攻撃出てましたね。そうですね、彼女は攻撃に入ってくるときすごく勢いがあるのでね、相手としてはやっぱりついつい突きそうになりますよ ね。 そうなんですね。とても大事なことだと思いますけど。一枚になったが石川、井上の活躍が目立ちます。久美は現在 35.9%、 打数は最も多くなっています。うまくリバウンド、あ、タッチネットがありましたか。ポイント通れ。得点を奪い合う、お互いが奪い合うというような展開となっていますが、8対7、先行して通れがテクニカルタイムアウトを取ります。ここまではブレイクがほとんどないという立ち上がりです。サーブ権のあるポイントブレイクです。強烈すれば星谷監督は自分たちはサイドアウトのシーン、それが一つできているという序盤とも言えるかもしれません。そうですね、サーブレシーブの成功率が出てきましたが、久光 58%、 東レ 48%、 アタックはトーレの方が上回っているという数字になります。まあ、ゲームがこう中盤後半になってきて、これまでのデータとか今日の傾向がありますよね、はい、でこの後そのラリーとか何か大事なところに何をチョイスするか、何を絞っていくかっていうのがね、
この先の醍醐味だったり、ね、するんですよね。コートサイドの情報の方でその分析チームが分析をしてそのデータを随時送っています。アキンダレオ決めました。前のクイックはね結構今日はねほとんどやってないですからね。あ、そうですね、ブロードが多いですね、はい、はい。ここは得点を取れるローテーションが続きます。久光ですね、そうですね、行かなくてもよかったんですけど、はい、思わず行ってしまった感じになりました。ブロックに行けばいいんだけどその後の打ちたくなるのは届いてしまうというね。スタンフォード大学の出身でもありますアキンダデオ、ツーで行ってあのトエのディグが効きました、はい、トエ選手もこう派手な感じのプレイヤーではないんですけどリベロとしてはなんか黙々とやる、はい、非常に、ね、あの安定した落ち着いたどっしりした選手ですよね。そしてブロックも今高さがありますのであのディグもやりやすさがあるかもしれません。動いてアキンダデボ決めました。スタメスとすればただ大林さん、あのこのアキンダデオ前のところである程度行かれるというのは計算しているんでしょうか。それは仕方ないというところはあるんでしょうね、彼女の打数に関してはね、はい、次というところは、ね、あると思いますよ。決めました、はい、ここは1セット目もそうですけども前に、ね、坂井選手いる時のストレート側というのは決めコースなので、ね、大事にここで稼ぎたいですよね。西川のサーブです。緊張感の高まるこの決勝の舞台です。若い西川19歳。上げるんですが、はい、今プランの対面がその身長の高くない栄という中で、まあ、ディグの負担というのは増えるんですけれどもね。そうですね、まあはい、ただ絞りやすくもなりますよね。ここを上げればいい、ね、上げなくてはいけないっていうね、はい、ただもう上からに関してはキンラディオとプランに関してはある程度はっていうところはあると思います。そうですか、はい、石川石井、いいとこ行きましたね。非常に石井の数字が目立っています、はい、12対11。アキンラディオは今いないという中でご覧の番組はこの後102チャンネルで放送します。0時50分からはリモコンのチャンネルボタン2を押してください。久光2点リードでタイムアウトです。東レのタイムアウトです。ちょっと久光がこう抜け出し始めたというところなんでしょうか。そうですね、このリードがちょっとあと 1,2 点来ると東レとしてはまた苦しくなってしまいますからね。ここ次切り返したいですね。10点目、13点目にサーブ権のあるポイントブレイクがありました。ボールとすればどんなところを気をつけていきたいですか。まずあのサブレシーブ絶対崩れない、はい、ちゃんと関選手に持っていきたいですね、はい、選択肢がある状況で。栄がサーブに下がります。今は高さが戻ってきた久光、そしてサーブレシーブは奥から石川、そして水杉、そして西川です。
ダブルコンタクトか、はい、反則がありました。ポイント総例1点差になりました。ブレイクが欲しいシチュエーション。ミスになって決めた井上、追いつきました、はい。